どうもです、今日はですね、いつもとちょっと趣向を変えまして、買ってきたもので簡単に調理したいと思います。近くのね、カルディ行ってきたんですよ。カルディできたのが確か1年ぐらい前だと思うんですけどね、ちょいちょい面白いものがあったんで買ってきました。まずこれ、ホールズブランドスモークドソーセージホット、100年続く精肉店の伝統の味、ジューシーソーセージということです。結構大きめのソーセージになってます。でもう一個がメキシチョイスナチョチーズ。これがね、何使うんか言ったら角切りトマトやスライスしたハラペーノとともにトルティーヤチップスなどにかけて使うのが定番ということなんですが、今回はトルティーヤチップスないんで、これをソーセージと一緒に食べたいと思います。ソーセージとチーズを使って何を作るかというと、これが、カルディと同じモールにある無印良品のパン屋さんのパンを買ってきました。カフェ&無地って書いてますね。なんかね、あんまりそこらにないらしいです。そこで、はい、このパン買ってきました。ちょっと大きめのパンね。多分ね、このパンとソーセージ、それとこのチーズ使ってでっかいホットドッグ作りたいと思います。
すっげーて、うわて、当てられた、よいしょ、チーズ。どうすかこれ。はい、はい。はい、前から行きます。どうやって行くよこれ。でかすぎんじゃん、でかすぎんじゃん。うん、おいしい、おいしいけど食べにくい。食べにくいな。ホットって書いてただけあって、ソーセージちょっとピリッとしてて、まぶしいな。ホットって書いてただけあって、ちょっとピリッとしてて、めちゃくちゃ美味しいです。あのスパイシーな感じで、キャベツもねカレー味つけてあるんで、全体的にちょっとねピリ辛な感じになってますね。で、ただね食べにくい、でかすぎて。ソーセージもう一個あるからな、ソーセージもう一個あるからなんやったらね、さっき食べてもいいんやけど、これをかけて、なお辛っ、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 辛っ。今日はコーヒー飲んでるんですけどね、ビールにもぴったり合いそうです。はい、本日の動画は以上となります。今回はカルディのソーセージを使って特大ホットドッグを作ってみました。カルディにはまだまだ面白そうなものがたくさんあるので、またやりたいと思います。はい、この動画を見てカルディのソーセージ、おい、ちょっとうまそうやなと思っていただける方いらっしゃいましたら、高評価ボタン、またまだの方は下のチャンネル登録の赤いボタンありますので押していただけると大変ありがたいです。それではまた次の料理家 Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーさん、ゴーモビーゴーでした。グッ。